はい、ちょっとジンノです。カメラの操作がいまいち不慣れなので私の視点でお送りしておりますが、なおかつパイセンたちの声が入ってないことに今気づきました。後で直します。こんばんは、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、これか、入った OK、 大丈夫です。もう大丈夫、大丈夫。はい、チンコ入ってる。チンコさん、こんにちはです。いらっしゃい。こんにちはです。入ってます。大丈夫です。入ってるかな。大丈夫ですか。大丈夫です。多分大丈夫だと思うんだけど。あ、やば。じゃ早速入ってるって大丈夫って言ったらいいのだ。はい、ありがとうございます。早速行く。行きましょう行きましょう。秋葉原です。今日はこれ V バーチャルマーケット2023サマーです。そう。みんな自撮りするじゃん。見るから、ね、みんな自撮りするじゃん。なんなんこの集団、よくないですよ。自撮りしながら歩くのよくないよ。でもね、行くよ行くよ。はい、どっち。はーい。あー、電気街口。はい、自撮りしながら難しくない。はいはい。拡張メニュー、じゃあですね、バーチャルマーケットへようこそ。なんかある。バンバイバーだけ。これ中央通り、中央通りだけ。そうだね。あー、なんか怪しい中国人がいそうな裏通り行ってみたかったんですけど。ビッグカメラもあるよ。ビッグカメラなんてそんなの秋葉原じゃなくったってあるじゃないですか。これあれだよね、東京もあるし、467とかってある列の一個左の道が怪しいよね。そう怪しい、ね、怪しい通り。まあ表通りの綺麗なとこ、秋葉原ということで。そうですか、残念ですね。裏の汚い秋葉原を見ていきたかった。何これ、いきなりライブ始まるじゃん。 CM かな。そうだね、騒音プロジェクト。私たちの公式 3D アイテム販売中です。いきなり物販が始まるわ。あ、ウェブページがオープンした。ちょっと待って。不用意にクリックするから。そう、下手にクリックするとブラウザ開いちゃうんですよね。そうなのね。そのまま変えちゃうからね。すごいよね、新時代の秋葉原駅。なんかブイケットちゃん1号っていう人がいますよ。初代の子だね。公式キャラやね、うん、そうよ。ニコとかもいるからね。おえー、うん、エラーが出てますって言ってますけど、このアバターとかあの普通に、うん、使わせてもらえたりするから。へえー、そう配布されてるからね。よくはまだ使えないのかな。そうだね、使えない感じだな、うん、エラーが出るから直せみたいな敵がってことが言われてますけど、これのこと、もしかしてエラーって。そうじゃない、あれ全然エラーっぽくないけど、ね、おー、聞いた、憂鬱。聞いた。あ、消えた。なるほど、これを全部消して回れと。これあれそうだね、集めて全部やればなんかなるみたいな感じやね。 J キャストのメタバーススタジオ始動。ほーん、クリックすると別画面が動きそうな気が。でしょうね。やっぱオープンウェブページだ。ちょっと待って。安易にクリックしすぎでしょ。ワンクリック詐欺に引っかかるタイプですか。いや、だって何があるか気になるじゃんか。だよ、ね、なんか馬娘っぽいのがいますよ。馬娘って言って馬じゃない。リアル馬やね、それ。なるほど。馬娘っぽいといえばぽいけど。酔い注意って書かれてる。待って、どうぞ。あー、馬をインタラクトして乗れます。乗って歩けるってこと。おーおー、そうそう、乗った乗った。おーおー、歩けるおーおー、足が動いてる、動いてる、足が動いてないけど、
滑ってる。え、そうなんですか。クレハから見ると足動いてるけど、パッパパッパしてるけど、乗ってる方もなんか割と上下感がある、すごい滑ってる。あー、なるほどね。これは良い注意と言われるのも分かる感じはする。クレハちゃんも乗ってみたら。あ、クレハ多分やったら、あの滞在時間が急激に下がる気がするので、やめときます。活動限界が近づいてしまうから。すごい危険を感じました。この店ってガレリアなんですか？ヒッキーって書いてあるけど、引きこもりを題材にしたお店？こんなお店はなかったと思いますけど。おはい、お、めっちゃ自撮りするじゃん。中山競馬場行ってレースする？あ、普通に動いてますね。普通に動く。足も動いてますよ。あ、でも確かにこれはね、リアル。あ、すごい。走れる。うおー、これは競馬場だ。おー、これ走ると酔うかもしんない。めっちゃ、ちょっと。速いな、馬。めっちゃ速いですよ。めっちゃ速い。これ酔うわ。めっちゃ速い。これは酔うわ。え、ここの店ってガレリアになったの？よいしょ。ジャンプで降りる。おえー。こんなのあったっけな。いや、これ多分スポンサーさんに全部差し替わってるんじゃないかな。ああ、うん、多分だ、景観に似てるだけだと思うけど。なるほど。西のだって、バンダイの何これ。ミュージックライブ踊ってみる。ミュージックライブ、ハレハレ愉快踊ろうだって。どうやって踊るの。ちょっと待って、何年前の話よ。これかな。何年、こっち、何これ立つの？立ったら押すの？何押すの？待って。何？カメラの場所変えるわ。めっちゃ自撮りするじゃん。違う、全体来るように。あー、なるほど。ここにやると、あ、これこの真ん中のボタンを押せば始まる的な。エントリーボタンに届かない。あ、届いた。届いた？え？わぁ、あ、おうおう、おお、あー、あ、本当だ。踊ってる。知らない。踊ってる。知らない人が一人いますけど。センター立つじゃん。なんか知らない人が一人いる、ね。これが多分スポンサードの公式キャラクターなんじゃなかろうか。おお。待って、でもこれさ、よく踊ってるな。今踊ってるけどさ、これ BGM ダメじゃない？あー、え、権利的な？アウトじゃないか。おお。やば、アウトな気がするね。ムービーのこれセーフなのかどうかがすごい怪しいところだけど。いや、でもこれ、どうなの？でも配信、これ大体配信されがちなものじゃないんですか？このイベントって。ね、配信しちゃいけませんと書いてある。されがちではあるけれど、この曲だけは多分ダメじゃないかね。YouTube でね、ダメだよね、きっとね。そう。ロボットが機械的にやっちゃうから。うちの手が。おー。おー、踊っ、え、あ、ドクペさん、ドクペさんいた。誰かと思った。なんか怪しい物体浮いてると思ったら、ドクペさんなんですけど。あの、アルマルカリス先生じゃないですか。アロマルカリ先生じゃないですか。こんにちは、こんにちはです。これが可愛いね。一時だよ。やっほやっほ、こんにちは。可愛い、これ。いや、可愛くはないでしょう。静止した覇者。アロマルカリスじゃないの。あれ、ジンノさんの声が二重に聞こえるよ。あー、ちょっとさっき今びっくりして、ええ、押したね。押した。今解除した。あ、そっか、ドクペルさんと話すのにはあれか。そっか、そうね、うん、ミュート解除しなきゃいけないのか。そう、ドクペさんはね、うちらミュートしてるからね。ディスコードの方で話してるから。そうなのよ、そうなのよ。なるほど、クレハさんの声聞こえないのどういうことか。そう、こっちだとね、みんなミュートしちゃってるのよ。めっちゃ近い、めっちゃ近い。なんかうちも今、めっちゃ近い。口が今動いてる、動いてるけど。さっきまでね、ここまでね、止まってたからね。リップシンプルできなかったんで、とりあえず移動の反省をして負荷テストをして全部で設定直してきた。
なもん、なもん。高遠直ったの？負荷には耐えれる程度に直った程度かな。スチーム結局ね、全体的に重くてどうしようもない。やっぱエラーに関してはどうするの？そう、それが原因だけど。一だけね、全然問題ないからね。それ以外の周りを全部今ね、直したんだけど、ギリギリスチームの重さに耐えきれてるって感じかな。結構重そうだね。スチームがね、重いからこんな姿に変わっちゃったんですか？いや、なんかね、本来の姿でいいものかどうかみたいな感じになってたから。これなんか妙にリアルだな。リアルだよね。うん。戻ってきた。ヤンキーの界隈って戻っちゃった、戻っちゃった。アノマルカリシやら、サバやら、なんかそういうのが無駄にすごいこだわりを持って作られて、クッソリアルだったりするのが面白いよね。アノマルとは基本的に修正するためのプログラムを見つけていくっていうのがコンセプトに入ってるので、それをね、ぜひぜひ全部集めて真のエンディングにたどり着いてほしいなって感じ。え、真のエンディングとかあるんですか？ゴール地点まで行く、あたり1号ちゃんがそれぞれ立ってる場所があるので、その1号ちゃんの場所、そちらを見てね、話とかそういうのが出てきて、で、救世プログラムをこういう姿だよっていうのを入り口近くのブイギットちゃんが説明してくれたと思うけど、はいはい、それをね、すべて集めていくと最後にちょっと変わった終わり方をできるよって感じだね。へえー、これは探さないといけませんね。そう、昔やった VR の渋谷の時と同じようなコンセプトだからね、ここ。もう VR C 側で話すのが一番。この秋学んだよ、学んだよね。うん。販売物よりか展示物の方が多いっていう感じだな。物産展的な感じでしたよね、前の。うん、大間さんもね、有名な大間さんはこの動画にもいらっしゃるしね、そこでもちょっとしたアトラクションというわけで、馬ではできないけど、救世プラグをゲットしようみたいなイベントもあるしね。うん、おあとね、そこの上とかに行くと、よく見知った、まあ、VIPS のブースに関しては、うん、VR チャット上で有名なバザーバザー、それ関係のね、展示があるよ。なんかめっちゃ案内人ですね。まあ公認配信者やるにあたりいろいろ調べた結果そうなっただけなんだけどね。え、ブックオフじゃなくてブックオンだ今回は。うん、ブックオフがスポンサーにいません。あ、ってことだね。なる。だからそこのね、ゴーゴーカレー代わりのね、ゴリラカレー代わりのブーブーカレーがいらっしゃるから、できる限りね、秋葉にあるお店に近いものは展示されたりするわけだけど、構成とか場所とかに関しては結構違ってて、雰囲気っていうのを重点置いて作られてるから面白いね。あ、じゃないと辛いでしょ。なるー。面白いポイントで言うと、街中にね、いろんな配信者とか V の方の、まあ、デジタル立て看板みたいなのも存在してることで、より街っていう感じを出してるのが面白いよ。あとね、29日にリアル秋葉原とのイベントとの連動した展示もされてるのでぜひぜひそれも見てみてねって感じ。めっちゃアンバサダーじゃないですか。すごい。どうね、はいはい、今回の V ケットちゃん、ちゃんとあります。前回のゲーミング V ケットちゃんに続いて、ちゃんとブースでね、ゲットできるから、ブースというか、展示物の中で。
ぜひぜひそのブイケットちゃんもね探してみてね。あえアバター的なやつですか。ラチっぽいとアバター配られてるから。おお。よし、えじゃあちょっと そこの自撮りしてる人たち、船見てた。今回ね、みんな大好きガンダムがすごい大きく展示されてるっていうのもこの秋葉原のいいところなんだよね。残念ながら等身大のね、まあガンダムとかは今回は見れないけど、それに合わせて、うん、大敷さんが完成している超巨大なデジタルペイントと、うん、まあご存知のあの二人が展示されてるので、うん、ぜひぜひその目で確認してみてください。めっちゃ宣伝の人じゃないですか。公式の営業か。案件もらえならやるよ。よし、ちょっとそこの2人ちょっと写真、何写真ばっか撮ってんですか。自分を撮るんじゃなくって街を見て歩くんでしょ。これは今回道に迷わないようにね、通信にちゃんと案内表示を入れてるのが面白いですね。皆様こんにちは。誰大丸松坂屋夏の贈り物松坂屋ご自分でも楽しめ。なるほど、入るからね、オンラインストア。いや秋葉とはステージ開くんだね。ああ、押してページ開くのは水瀬さんの役割なんで。ていうか秋葉原と松坂屋ってあんまり意味なくない？ポリゴナルマインド。全然わからん。何これ？どういう人たちの集まりだね。おえー。面白いことになってんだよね。ここほうほう。2階行きますよ。なんだあれ、メイド鬼殺。なんだあれ、ブロー施設があるんだ。お、グロースティック、グロー。あと今回本当にディズニープラスとかが、まあ、参加してる兼ね合いもあって、リアルの、まあ、展示として一番大きいポスターとかがそこら辺に飾られてるって感じだよね。さらにね、うん、あっちね、やっぱり聖域松さんもちゃんと毎年恒例っていうか毎回恒例出ていらっしゃるから ね、 あちらね。うん、ね、ああそういえば前もあったな。ディズニープラスって感じになってるね。ほえな、なんでインディージョーンズ？あれはメイド喫茶って呼ぶの？インディージョーンズ今度やるってか、今やってる新しいさ映画の方の兼ね合いだね。いやそうなんですか。へえ、知らなかった。そしてそうか、あれメイド喫茶なの？下の方にね。下。まあ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 、まあ。メイド喫茶殺意満載になってる面白さ、うんうん、配属戦。ちなみにここ、まあ、VR 独特の移動方法でジャンプして越えれるから、やっぱりそんな気はした。怖っ怖っ。ああ今回大丸さんもね引き続き出演してくれてて、こんな感じになってるからね。あーこれも定番なんですね。てかリアル店舗の方とね絡んでて、デパートがこのように出店してるっていうのがね非常に珍しいし、コンサート先生ってことでね、うんうん、こういう感じでしてる。プレゼントにもご利用いただける新規会。これなんか誰か特定の誰かなんですか、これ。中の人ですね、大丸の。あーそんな人いたんですね、知らなかった。偉い人、偉い人。でオンラインストアに繋がってるんで、ここでお買い物できるよっていう。証拠たくましいな。あガンダムだ。
被害者だよ。これ何の会社？基本的にはこういう感じの会社、いわゆる現場のプロって感じでさ、いろいろな工事とかそういうのやってる会社じゃなかったっけ？へえ、工事の会社？あー、なるほど。こんなところでリクルートか。後ろを見るとね、今年のアニメで超上位に1位にいらっしゃったエアリアルさんがいらっしゃいます。ガンダムやんけ。エリックさんだよ。なるほど、壁画だ。ゴーゴーカレーではない。なるほど。ちゃんとカレーに反応してる人がいる。これ体積にさ、ほぼ等身大なんだよね。あー、だいたい18メートルとかそんな感じでしたっけ。写真撮って、おのぼりさんか。写真は撮らないと。ここなんか本屋だったな、そういや。あ？撮ってくれそう。なんだっけ。あんなのさ、入れるとさ、どうしても小さくなるね。そりゃ、ね、まあ、ガンダムだし仕方ないですね。で、その隣にね、ちゃんとブースもあるからね。めっちゃ、めっちゃパイセン取ってじゃないですか。なんだなんだ。ああ、ちゃんとブースがある。ほんほん。身長で負けた。勝てる、勝てる人、勝てる人いるんですか。ちなみにこれ面白いのが、ちゃんとね、最後も印刷されてるというか。あ、本当だ、裏があった。面白いでしょ。なるほど。これも等身大ってこと？なるほどね。等身大ってことなんじゃないかな。意外と高いですね、この人。身長高い。150ぐらいあるよね。私たち今140とかそんなもんだからね。だったらもっとある気がする。私142センチだし。小さい人しかいないから、小さい人ばっかりよ。そうですね。ここはね、ガンダムファンクラブに、まあ、誘導される感じになってるのかな。なるほど。水瀬さんがクリックしないように気をつけてください。にゃほね。パイセン何やってんのあれ。お？あー、なるほど、エラーなるほどね。警察署行けないじゃないですか。お、ちょっ、え、ドクペさん、ドクペさん、あれ、いたわ。あ、なるほどね、なるほどなるほど。マリオしてこいと。お、え、こっから先行けないの？肉の晩生は。ちょっととんかつサンド買いに行けませんでした。ん？とんかつサンド？あっちにとんかつサンドのお店があったはずなのに。あー、向こう側に行くと私ラーメン食ってたな。ここはもうこれから先は行けないんですよね。そう、こっから先はね、オフィスだから。なるほど。あれ、他の人たちどこ行った？あ、いたわ。なになに、呼ばれてる。ビームス、お？ビームスだね。ビフォーアフター。ビフォーアフター。このビームスの、何が起きたらこうなんの？今
国の方でこういうバーチャルカレンダーを使用するようになりました。なのでビームスの方はリアルとバーチャル両方ともね今後も活躍していくって感じになるんだって。へー、バーチャルモデル。ビームスはね、はい、名古屋の方だっけ、なんだっけ、ね、今回ビームスもブースをちゃんとね展開してて、ほう、出してるのはねバラリアル福岡の方で、あー、はいはい、ちゃんとね巨大な一軒を構えて展示してるからね。なるほど、回ってみてね、福岡に行った際にはちゃんとね例年通りベニスマンもね今回は変わった装いで置いてあります。詳しい。ちなみにあちら側に見えるね、ずーっと見えてるね、あれね、カエルモーションプラスケンシロウの服ワンセットてか一式が手に入るというか買えるんだよね今回。ケンシロウ？チコちゃんがはしゃいでるけど客レッケンやってる。ああ、え、なにこれ？バグってるのかしら。オクリの改変した誰かさんだっけな、名前忘れた。うん。あ、ケンシロウだ。なるほど。今回多分持ってませんよ。これじゃない？あなたの甘さに。ねえ。え、百列券？アニメーション300円だよ。いや。百列券アニメーションこれ。まあ。これ300円。300円って言ったら安くない？確かに、まあこのエフェクトに関して300円は。お安い気はするけど、ね、最も注目してほしいのはこれでしょ、これやっぱりね。え、ジャーキー撃てるよ。あ、ジャーキー、ジャーキーショットガンもあるじゃないですか。ジャーキーのヘルメット、顔隠れますけど、ね、ショットガンもあるから。これジャーキーのって言われないとわかんないですけどね。ショットガンの方が高いじゃな。ケンシロウの服一式も売ってるので、いやこれであなたも着ていきます、覇者。なるほど、まあ確かに、これはマント、こんなマントしてたっけ。砂漠を歩いてた時とかじゃない？おお、あー、なるほど。え、第1回的な言われればそんな気も。これこれ奥さんの件に40周年記念バッジがついてます。え、ちょっと、え、40周年そんなになるんですか。へえ、原作じゃない？40周年だね、すごいな。そういうことだと思うね。つまり原作からのファンの年齢は50とか。いやいや、いやいや、今も若い子たちがブックオンで読んでるんですよ。私22歳だから分かんない。なんかパチンコとかでしたっていう人多そうだけど。ああ、そっか、そんなのもありましたね。お酒でラオウの我が生涯に一生の悔いなしって言いながらこうやってるお酒あるなんて私は知らないよ。詳しいですね。お酒まで出てるんですか。今でもね、普通に買えるはずよ。え、パイセン迷子ですか？ルナちゃんどこ？何や？この時に V キャットの機能を使ってみましょう。メニューボタンを2回素早くクリックしてみてください。そうすると、はい、V キャット一選別メニューが出ます。出ましたね。テレポートというところを選択して、横にプレイヤーというのがここら辺に出ますね。このプレイヤーっていうので、今、表示されてプレイヤーのところにそこがさらに、おー、すごい、名前をクリック。ちょっと行ってみよう。え？え？話が違うんだが。テレポート。キサキ、あ、いた。パイセン何やってんの、ちょっと。大丈夫？なんかトラブル？お？なんか携帯いじってますか？トラブルっぽい。あ、
分ここら辺にね、オーバードーズメニューかなんかを出してね、こっち側で操作してんじゃないかな。あは、画面下に下げながら、はいはい、 VR 機器使ってるとそうなるんですね。こういうのも多くなりましたね。そしてまたグループ同士の食い合いが始まるんです。怖いなあ。あれ、水瀬さんどこ行った。皆さん、みんな迷子になるじゃん、すぐ。うまぁ。これはなんだ。え、パイロットって、パイロットって、はい、今回はパイロットが、そう、あのシャワーペンとかはね、実況部でですよね、有名なパイロットさんが参戦します。え、参戦の仕方間違ってませんか。なんなんこれ。いや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 、正しい参戦の仕方よ。た、速い球が打てより遠くまで届くって、パイロットおかしくないですか。何売ってるつもり。え、乗るの。ここのね、物に乗れるから乗ってみて。おーおーおお。左のね、ピックでね、移動ができて、よいしょ。ほう、まずはこういう方法とかわかるよね。なにこれ。あー、なるほどね。あー、多分ディテールもね、それぞれの製品に沿った形になってるから楽しいね。あー、難しいぞ難しいぞこれ。ほ、バトルロイヤルができる。あ、まずいぞこれは。あー、なるほど。シャーペンの売り方間違ってますけどね。いやいやいや、はい、こうシャーペンの、シャーペンの、あー、なるほど、シャーペンか。ちなみにちゃんとここはプールになってるので、普通に降りると中の方をスイスイ泳ぐ感じになるね。お、で、2階の方にちゃんとブースがあるんだよな。なるほど。この水ね、ちょっとやばくてね、私は入ってみるとわかるかもしれないけど、結構深い。これは大丈夫か。あのね、うん、チェイダーの種類によっては透けちゃうから気をつけてね。あ、なる、なるほど。今人類との場合ね、完全に負荷が消えたからね。え、そうだったんですか。あの、体の中でボディを絞った状態がそのまま出てて、紐の人間になっちゃってたからね。あー、え、怖っ。配信に乗らなくてよかった。で、2階があるんだよね。ん？え、何？あーん。こんな感じでね、ほう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 。こんな感じでマシマシのね、巨大さで展示されてます。まあまあ、分かりやすくていい気はする。こっちだね。はい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 。あー、ちゃんと手に持てるんですね。そうそうそう。え、でかない？で、でかくなった。とても魅力的なワールド。あー、こすると消える、あー、消える、消えるボールペン。なるほど。あ、みんな大好き、ドクターグリップとかもあるね。おー、おー、おー、お？あ、万年筆。
おー、こっちは万年筆だね。はいはい、ドクターグリップ確かに私も使ってましたよ。定番、定番、定番、定番か。長いですねこいつも息が。もうおいさんのところに行くよくカルテを書くときみんなこれ使ってるよね。え、そうなんですか。ドクターは伊達じゃないな、さすがドクター。もうこんな感じの展示が最初ですね、すごいよね。ジュース、あー、あんまりパイロットって使わないからな。お、なるほど、水よいしょ。なんかもうめっちゃはぐれてるじゃないですか。あー、いたいた、あー、丸いよ、やっぱり丸いか。丸いだね。今回丸いはね、例年通り丸い専用のワールも立ててるので、ぜひ楽しんでねって感じ。スカベンジャーズアナザースカイとのコラボ。へえ、ね。こっち側にね、普段のあのイベントのものが置いてあるんだけど。うん。ほら上にあるじゃん。上？猫が、猫が捨てられてますが。は？拾ってあげてください。いや。バカ、なるほど。なるほどね。ああ、なるほど。いろいろバグってるな、猫。あ、もう伸びなくなった。全然気づかなかった。で、回収した？はい。じゃあ、こっち側か。グラボドスパラ出たよ、ガレリア。ドスパラのね、お世話になってます。ガレリア PC のコーナーになります。今回もなんかパソコンのケースみたいな箱だ、箱作ってからに。お、まだ10万。出ます。で、直接買います。ゲーミング。ドスパラ BGM とか流してくるし。アイダブガレリア。これは一番いいんじゃないかな。え、何これ。ゲーミングカーツデン。そう。ゲーミングチャプテン。ゲーミングである必要ないな、これは。普通にカツ丼食べたいな。味も虹色はレインボーに美味しいぞ。レインボーに美味しいはあまり美味しそうに感じないんですけど。ほーん？獣、獣カフェか。獣カフェ。あー、あれね。な、まだめっちゃいかん。ここいると毒パラに侵されてしまう。あー、ここソフマップ、歌なんて読むんでしょうね。つかさ展開、え、つかさ展開催中、どこで。あ、ここ寺院じゃない。はいはい、ここ確か私と似た名前の寺院っていう本屋がある建物だった気がするけれど。高価買取お任せください。高価買取、え、リバティになったの。バーチャル、わーん、オーロラ株式会社。はあ、はあははあ、わからんけど、オーロラビジョンの話。オーロラ東急プラザ表参道原宿4階オープン。秋葉の人間は原宿なんか行かんのよ。なんか危ないもん持ってますね、また
いやいや、危ないって言ってってしょうが。超有名なオーロラ株式会社に。いや全然は知らんですけど。これが今回の V チェスちゃん。これもらえるからね。ああ、かわいい。レインコートですね。あれ。うん、ね。アンケートを実施しており、このアンケートを答えいただいた方全員にプレゼント。へえ。オーロラの傘とレインコート。ね、バター丸々もらいます。なるほど、ね。これは太っ腹。やったね。アンケートってどうやって答えるんですか？ページをオープンだけしとこう。なんこれ。ラ、レイン。え、雨降るの？この巨大傘の上の方だね。あ、降った降った。え、ど、え？雨降った。え、わからん。え、わからん。入ってるよ。ああ、そういうことか。はい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 。あ、なるほど。理解理解。傘から降ってくるんですね。ちなみにここはね、オリジナル傘も作ることができるので、ぜひぜひリアルの傘。オリジナル商品を作りたい場合にはこちらからチェック。え、傘や？そうだよ。ああ、なるほどね。ああ、こういうこともできるようになったんですね。取っ手とかのカスタマイズもあったりとか、かなり細かいところできるし、キャラクターの絵をそのまま出すっていうのもできるからね。なるほど。あれか、あの、板傘みたいな感じでできるんでしょ。み、み、たの。え、って笑うネズミの。なんでそれをチョイスするんですか。ブイケットちゃんが作業してる。巨大傘の上を目指して。なるほどね。わあ、あっち行けない。やっぱり裏通りには行けないんですね。これ何の店だっけ。コミック、わかんないや。なんかある。免税店。あ、なんかあ、うん、免税店。免税店この角じゃなかったっけ。入場無料秋葉原。パラリアル。パラっていうのがなんか全知識になって、全知識ではないか。窃盗語になってんですよね。この暑いのに秋葉原なんか行ったら死にませんか。もう家から出たくないもんね。イベントやってるんじゃない。夏は本当に死ぬから怖い。リアルメタバース。リアルイベントの方の広告コピーなどなど。マジックサンダー派だったんだ君。うん、なんかニャンニャンしてる人がいますけど、何このニャンニャンしてる人は。エナジードリンクよ。また聞いたことないエナドリが販売されているんですか。うんうん、ちょっベルクのねエナドリ、うん、ちょっとエナドリは良くない。エナドリに頼ると人間やめる羽目になりますよ。ちなみにそこを後ろでね、流星パッチとさらに向こう側に隠しエリアがあります。ちょっとブイケットちゃんがいたじゃないですか。お？お？光る玉をゲットできたかな？あー、あれか、なるほどね。
ここか。どこだ。ど。ど。お。お。近づきすぎると見えなくなるから難しいなこれ。お、これ、う？これ待ってた方がいいのかしら。あ、取れた。ゲットした気がする。どっちどっち。ここはソフマップ。会場になります。ブリティッシュパブ。ああパブ。ブリティッシュパブ。ああマクドナルドはやめたんですね。なるほど。あ本当だ。明らかに大きなエラーがあるということはわかるのですが、エラー修復ポイントは一体どこに？どう考えてもこれ箱開けろみたいな形で置いてますけど、シッと。この青い箱を触ってみるといい。座っ座れるけどね。これはこれは座るだけですね。なるほど。でそこポリーユーズ。お？あー正解先引いちゃったか。ハズレがあったんですか。ハズレがあったんですね。おーおーおー。UDX が見える。なるほどね。こっちは？で、この中に正解が入ってるのと、うん。は？はい。ギリギンガの猫の。え、そんなんありましたっけ？もはや猫か犬かもわからないけど、ゲットしたからよし。またはぐれてしまったな。おしゃれな感じだね。おしゃれな顔ではないな。あとね、実はビッグカメラ、ご当地というかそれぞれの店舗のオリジナルキャラクターがいます。それが一度に返してるという。あーへー、多すぎん。全国のビッグカメラのご当地キャラだよ。多すぎる多すぎる。これはもはやよ。いやこれビッグの店舗にもねこの看板飾ってあるのよ。はいはいはい。いやこれまとめた方がいいと思うな。これはまとめた方がいいんじゃないかな。もはや誰が誰か分かんないですが。いやいやいや、ちなみに各お店の名刺もねちゃんとリアル店舗に行くとゲットできるからね。名刺ぜひぜひ楽しんでみてね。へえへえ。いや多すぎるわ。一クラス以上 いるよ。29日にリアル接客があるよっていうのでこれが後ろのイベントだね。同時接客。へえ。あーリアルビッグカメラ秋葉店。なるほど。またビッグカメラの音楽で洗脳しようとしてきている。あーなるほどな。ちょっとまだ気軽に置いてあるけど、メタクエストプロなんて20万円使ってるからね。怖っ。ここソフマップじゃなくなったのかな。ブルブルチューブくん、ツイッタープレゼントキャンペーン。高価買い取り。秋葉原こういう店普通にあるんですよね。高価買い取り。多分それがあのお？あ、ロリポップ。端っこ来ちゃったな。TCL レイネ
ネオ？なんだこれ。シャルウィーダンス。ビデオローティング。ここの2人でダンスを選んでみてね。2人でダンス。クリック。ん？何も何も起きないでござる？あ？ギターになった。なるほどね。さっきもハレハレ愉快踊ったと思ったら、今度はギターを弾き出した。まあ不自然に椅子置いてあるなと思ったんですけど、そういうことでしたか。クロート思考なんです、ここ。あ、なるほどね。うん、寂しい時はこっち側だね。うん。ああ、なるほどなるほど。あなたとブイケットちゃんでダンス。あ、アコーディオン？なるほど。アコーディオン、もうちょっとアコーディオン弾いてる感出ないかな。クロート思考を出してくるじゃん。クロ思考め。お？あー、なるほど。メガネグラス一緒じゃん、意味。なんだ、なんかあんの。スタンバイユー、何これ。メイがさ、いつもあなたのそばに。ディズニー、シンデュアリティノワール。え、知らない。ロボットアニメっぽいですけど。ロボット系のアニメだね。ほーん、新作アニメのやつね。ほーん、ディズニープラスでしかお送りしません的なやつですか。内容的にはロボットに乗るやつやがったっけ。そんな雰囲気はありますね。ロボットだね。ちなみにプラモは絶賛発売中。最近 YouTube で CM 出てる気がする。へえー、なんか確かにこのロボットのプラモデルキットが売ってそうな街ではある。ことぶきあたりから出てそう。バンダイから発売中です。バンナムですか。ほんほう。なんかさ、桜大戦に似たようなロボットデザインみたいな感じね。ああ、なるほど。多分伴奏的にそこら辺も入れたいんだろうね。確かに中に入って入ってる人が入ってる感がなきにしもあらず。左隣のメイドリームがバグり散らかしてるのはなんで？まあバグった街だからってことじゃないですか。イベントを全部チェックすればこの辺が治るのかもしれない。え、そうなんかな。めっちゃ飛んでますけど。え、誰。もうなんか誰か知らない人も飛んでません、これ。誰だ。え、誰だ君は。気になるな。虎の穴か。頑張ってジャンプして上の人を取るのさ。なるほど。ナイスゲット。
素晴らしいゲット。お、届かない。一段足りなかった。やっほー。あ、隣がもっと高いですね。お、あそこまで届くのかな。あのマークってゲーセンのマークじゃなかった。そしてこれもしかして、あ、これことぶき屋違うな。コミケと、コミケと屋、コミケと屋マーケットって書いてある。緑に白の文字はことぶき屋でしょう。ことぶき屋の本社っていうかメインのお店向こうのらしね、あるの。うん、ここには存在しないからな。何ですか、また。お、あ、そうだ、一箇所ね、ある場所行ってないのよ。こっち側、こっち側。ほう、あ、あなるほどな、ちゃんと宣伝してくるじゃん。お、お、あっちか。ケーブルとパーツのお店、アイちゃん VRVR。 ここも古い店ですけど長いですよね。めっちゃ戻りますけど、ここも行ってないな。何の店だろう。あ、東京丸いか。後で寄ろう。は？あ、い、え、こんなんありました。何これ。建物見えるでしょ。何も見えなかったけどありますね。建物と言っていいのかどうか分かりませんけど。おお、え、どこについ、あー、こんなとこにバグが。で、さらにね、怖っ。え、ドクペさんどこ行った。あー、降りた。痛い。この空中に浮かんでる破片からさ、向こう側覗いてみて。え、どういうこと？何かあるわけ、ゲリカあるわけじゃないんだけど。あー、なんかでっかい人がいますけど。あー、ん？あ、あー、すご。なんか廃墟が、廃墟的な建物が。へー。ここの裏から向こう側見てみて。ん？え、キモ。それ、これはキモい。何？ V、隠し要素は実はあります。VR グラス的な、バーチャルの中で VR グラス的な。あれ誰だ？あ、これでゴールまで行っちゃった方がいいかな。良い注意、憂鬱。よいしょ。私は画面酔いは割と大丈夫な方なので乗っちゃいますけど。え、なんで馬がいるかって、本当に競馬場があったんですね。おいしょ。これでエンディングだね。おうおう、現実の。ああ、なるほどなるほど。へえ、わあ、え、リアル秋葉出てくるじゃん。歩行者天国になってないの。で、こちらの方にね、え、ほら、秋葉原の街の現実の世界との境界線ができたよ。
なるまだ繋がってないけどね。わわこわあ、これちゃんとあちゃんと RGB で作ってるあたりすごいな、ね、そうブラウンさんのあれと同じ細かいですね。ちょっとなんかイニシエ感があるこの写真。すべての謎を回収することで、違うプラグイン回収することで、ここは全部見れるのはね、集めた人だっけ。へえ、なるほど。ちょっと古い感じするな。集めてないとね、ここにパーセンテージっていうかバーが出てて、そのバーで進行度が残ってるって感じになっちゃうんだよね。なるほど。あ、つくもがある。ガレディアもあれば確かにつくももありますよね。集めてないから見れないでござる。 JRA も今回共産で出てるので、 JRA も単体のワールドが立ってます。なんで馬があるのかと思ったら JRA だったんですね。さすがに秋葉に競馬は似合わんと思うんですけど、やっぱり馬娘効果があったりするのかしら。日本中央競馬会中山競馬場、千葉県船橋市にあります。じゃあもしかしたら電車で行けるのかな。ジョッキーになるという体験ができます。さっき馬に乗って十分堪能しましたけど、ってしまう、うん、その危険性はありますね。いや、障害物がないも乗り越えていく。というのがパラリアル秋葉原な、あーワールドになります。ドンキホーテ、ケバブじゃないやつって何。いいな、秋葉原といえばケバブだったんですよ ね、 時間 も、 ねもう3時になるっていう、十分時間を増、ね、やしてしまったわけだな。あら、もうそんな時間。クエスト2のバッテリーがそろそろ切れます。なるほど、そういうそういう活動限界もあったんですね。もう私とかみたいな時間ぐらいあれなんだよね。 3D 用意するから充電のケーブルを挿したりとか、もう給電シャワーやってると活動限界はないけど、普通は活動限界あるからね、ゴーグルつけてる人。なるほど。じゃあ、これは、これ落ちて、あとは見る線になるよ。ね、配信頑張って。ここからね、最後にあれだね。後ろを振り返ってみると、懐かしい秋葉原の雰囲気を感じながら終われるっていう、というワールドだね。懐かしい、ああこれは懐かしい感じはする。そうか、完成してない人には分かんないか。プラスなんか街並みがガヤガヤしてる、賑やかな街っていうイメージをね抱けるよね。そっか、秋葉原もバーチャルで楽しむ街になったか。あとなんかサイバーな感じもありつつ、ね、なんかすごい不思議な雰囲気で綺麗で好き。すごい。そう、ルナちゃんとね、クラちゃんはね、あの実態を見てないから、まだ見てないから言えるんだ。我々が見たあの太陽とか、あの見ちゃうと太陽、太陽は見なくてもよかったかな。ではじゃあ、またね。はい、おつおつ。ああ。フィックスプログレス。私は一回クリアしたから OK のはずなんですけど、つくもは1号店2号店とあったような気がする。あっち、ソフマップあるじゃないですか。マオコレクション、ソフマップこんなとこあったっけ。チーム UC バーチャルマーケット、これから先はないっぽいですね。この先に確か天丼屋かなんかあったはず。天野があって、あ、いけませんね。で、あの辺に不思議な、あ、薬屋、今薬屋になってんですかね。私が秋葉原に行ったのってもう何年前、もうかなり前なので、知ってる、私の知ってる秋葉原とは随分と様相が変わってるみたいですけど、秋葉原に松本清はちょっとどうなんて思うな。なんか不思議な中華製品を置いてるようなお店があったりするんですよね。
ジンノさん秋葉原詳しい。これでも私最盛期は毎週のように、毎週は言い過ぎだな、毎月のように秋葉原に行っていたんで、言っても何年も前の話ですけれど、このケバブじゃないやつっていうのはよくわかんないですね。でも秋葉原に来るとケバブをよく食べてました。あのなんだっけな、裏通り、あっち側の裏通りの方にケバブ屋が何軒かあって、そのうちの1軒が好きだったんですよね。よく行ってた。500円出してお腹いっぱい、いっぱい、まあいっぱいか。ここってドンキでしょう。ドンキの下って確かおにぎり屋かなんかあったんですよね。ドネルケバブ、ドネルケバブじゃないんですよ。そんな有、え、ドネルケバブだったかな、なんか有名なのが1点あったんですけど、私は無名の方が好きだったんですよね。無名のケバブ屋が1軒あって、ただそれもなくなったって人から聞いたなぁ。栄子清水ありますからね。今の秋葉原では何が流行ってるのかちょっとわかんないですけど、小野寺ラーメンってこれ小野伝のことでしょうかね。小野寺ラーメンダウンロード販売ダウンロード販売、ナポリタン、へえ。そう、秋葉原結構食べるお店が結構増えましたよね。昔は食べられるとこなんか本当に数えるほどしかなくって、仕方がないからマクドナルド行くかみたいな、そんなかったんですけど、今はもう表通りに普通にラーメン屋とかあったりするし、さっきもあったな、これか、なんかね、昭和食堂だったかな、なんかそんな感じのお店があって、これ麺どころまさかバーチャル秋葉原店、混ぜそばかこれ、はいはい、混ぜそばって台湾なんかありましたよね。台湾混ぜそばって言うんでしたっけ。私食べたことないな。そして祖父マップこと、祖父マップと思ってたら、祖父ヌップ、なんか朝鮮のまがいものみたいな名前つけてんじゃん。台湾混ぜそば美味しい。食べたことないんですよね。結構辛いって聞きますけど、食べてみたいなと思いつつ、まあ何せ今食べに行くのがちょっとためらわれるご時世ですので、あんまり食べてないですね。グラスで、今の秋葉原の名物となりつつイベントホール、なんだっけこれ、なんとかベルサーレ、ベルサーレではないか、エナジードリンク良くない、本当にこういう即販をして飲ませようとするんでしょうけど、これを飲んだら人間やめることになります。あ、そう、ベルサールだ、入ったことないな。でも住友不動産、コロナはインフルエンザと一緒やばい、これはコロナ脳だ、コロナ脳の人がいる。ベルサール確かこの裏あたりだったかな、どこだっけ、マンタラケがあるんですよね。マンタラケはお世話になりました。で傘、ああそうだ、これちょっと、どれだろう、このブイケットちゃんのレインコートいいなって思うんですけど、アンケート実施中、回答いただけた方には、これあれか、ここをクリックしてウェブサイトに飛んでアンケートに答えるみたいな感じでしょうね、きっと。また今度やっとこう。こっち側、南ではない、東側か、東側あんま見てないですよね。カラフルダッシュ、トービル8回、ボンバーリオ、何の店だっけ、ちょっとわかんないな。あ、東京周り、ちょっと周り、あ、かわいい、かわいいけどちゃんと見せてもらえない。ちょっと東京周りさっき見てなかったんで見に行きましょう。前もね、連れられてVケット見に来た時に周りがあって、おー、これよく
なんかディテールよく描けてますね。すごいな。誰描いたんでしょう。スカベンジャーズアナザースカイより。あー、さっき言ってたな。スカベンジャーズアナザースカイって何？東京マリの新製品 AKX MP5 グロック17ジェネレーション5。なるほど。ミリタリー VTuber うんたら迷い、サイアヤ、話題の少女異界ガンアクションスカベンジャーズアナザースカイ、何それ。原作者特製のフォトスポットを設置。はあ、おお、何これ。東京マリのシームっぽいですね。なんか、なるほどね。こういう訓練を実際ロシアとかスイスではやりそうですけどね。ただ低温ではおお、なんか普通にいきなりサバゲー感出してくるんですよね。割とリアル志向な軍隊の訓練かなと思っていたらいきなりサバゲー。もうちょっとそれはシームレスに変化してほしい。誰あんた、ナイスシュート。誰、ドールズフロントライン、これは聞いたことありますよ。なんなん、ソシャゲ。ワールドメニューからまるで検索。へえ。へえ。ダイナゲートの数をハッシュタグ。はーん。あ、次世代電動ガンスカ LFDE を1名様にプレゼントですって。これのことですか。バトルライフルじゃないですか。かっこいいな。欲しいな。こういう長物のエアガンとか欲しいんですけど、本当に所有欲だけですよね。使える場所がない。サバゲーとかしないし。あ、これか MD5 のなんだっけ、新製品これ。 MD5ST6、 はいはい、これ新製品ですね。 MP5 非常に有名なサブマシンガン、ケッヘラ&コッホの名作。書いてある、サイレンサーとリトラクタブルストック。ああ、この伸縮可能なストックですね。光学2倍照準器とかっつけるとテンション上がるよ。コープ高いじゃないですか。それで1丁 また買えるぐらい高いじゃないですか。スコープこそ高い。URG 知らん。バトルライフルですね。どこの製品。ああ、そうか、実銃の情報はないのか。グリーンベレーが選んだ 11.5 インチの URG1。 わからん。サイガ有名な。これえ、これってショットガンでしょ。違う、サイガってショットガンじゃない。 AK のメカニズムをベースに開発したセミオートショットガン。そうそう、セミオートショットガンなんですよこれ。普通にライフル銃にチラッと見えますけど、ブルーパップが理論上合理的でサイズよ。ちょっと待って、合理的って何。合理的って何ですか。ブルーパップライフル、ブルーパップライフルはここにはあんのかな。グロックいいですね。定番のグロックいいですね。このシンプルさ、そしてサイトがちゃんとついている、いいね。ハンドガンぐらいだったら1丁持っててもいいなっていう気はするんですけど、モジュラーオプティックシステムな、工学サイトのこと。第5世代グロック17、効率的って書こうとしたらごめん。そう、ブルパップがね、ブルパップ式の銃はバレル長が稼げるからいいよみたいな話を聞いたことはありますけど。何これ、VSR1
機動性携帯性拡張に優れたモダナイズド VSR。 モダナイズド、まあ、近代化改修された VSR って何？何これ？これもショットガン？それともランチャーか？なんか中折れ式に見えなくもないですけど、なんだろう。あーでもここはコッキングボルト、ボルト、コッキングベルトがベルト、ボルト、ボルト、ハンドル、コッキングハンドルありますね。セミ、あーストックが半分に折れる感じ。ライフルなの？ボルトアクションライフルにしては重心短め？あ、消えた。これ知らないな。AKX 新機構と拡張性を備えたオリジナルデザインのモダナイズド AK、 丸い独自のデザインで作った AK ライクの銃ってことみたいですね。ちょっとな、フロンガス持たされた。フロンガスじゃない、ガスガンパウダー。ガンパウダーって言ったら普通火薬のことなんですけど、これはノンフロンガンパワー、あ、ガンパウダーじゃない、ガンパワーでしたね。はいはい、グリーンガスなの？エアガンのエアですよね、これきっと。昔はなんか二酸化炭素使ってたみたいな話を聞いたんですけど。AK、確かにモダンな AK と言われれば確かにそうなんですけど。ああ、これ、ああ、あれか。ここにこのレールが、アタッチメントをつけるレールがこうやってついてるあたりがモダンな感じがしますね。なるほどね。シューティングレンジ、ここもしかして撃てるの？あ、撃てるわ。だはっ。しかもこれ、そういうこと、時間制限内に何発いけるかみたいな、そういう感じですね。リロードがないから、あ、早いじゃん君。いやこれやるんだったらちゃんとマウス感度設定したかった。いや、これこれどう考えたってこれダメでしょ。あのこっちのサブマシンガンとかの方がいいじゃん。長物の方が狙いつけやすかった。そうですよね。これちょっとどうやってやめんの。あ、スコアが出てる。 B ランクシューターって言われた。そっか、私は A ランクには慣れませんでした。え、ちょっとこれ狙ってみたいな。あ、これか。これ AK、 これがサブマシンガン。え、ちょっと待て、セミオートじゃんこれも。いや、もういいです、さよなら。よい、上もあるって。セカンドフロア、ここも丸いですか？東京丸い。ああ、さっきのスカベンジャーズアナザースカイ。何スカベンジャーズアナザースカイって気になるな。怪しい研究、お、始まった。なんか、かっこいいじゃん。あー、そういうやつ、異世界系ですか？え、車乗って異世界行くんです？あー、背景描くの大変そう。デジタル作画ですかね。異形の幽霊。おお、なるほど。ああ、はいはい。100万ドルを集めて自由の身となるため。何その顔。トロフィー、ほーん、ガンアクション、漫画ですか。ヤングチャンピオン列。へえ、これはちょっと気になるな。なかなか武装少女スカベンジャー。へえ、なるほどね。ちょっとこれはチェックしとこう。置いてやす収集隊、異世界に行ってそこのものを拾ってくるみたいな。これ書き込みすごいな、すごいな。まあカラーでやってますから、まあ気合い入れて書いたんでしょうけれど、それにしてもすごい。
ハレルヤ。スカスカ読んだよ。スカベンジャーズアナザースカイ、略してスカスカ。スカスカでいいの？いいけどさ。気になるこれは。これは？専属の銃。専属って台東区？台東区専属？違うじゃん。なんとか綿木専属が愛用するハンドガンがガスブローバックモデルとして製品化。リコリスリコイル、あ、聞いたことある。リコリスリコイルって2期ぐらい前のアニメでしたよね。なんか気になるなと思ってたんですけど全く見ませんでしたが、リボルバーリリー、お、びっくりした。リボルバーリリー、東京マリー宣伝協力作品。なるほどね、これは実写映画っぽいな。1924年。ちょっと待って、こっちを聞きたいな。まずコラボモデル専属の銃、ガスブローバックモデル。ほーん、よくこの絵から起こしたな。しかもなんかマズルのとこ尖ってますけど意味ある？殴るの？ここでおえーん、なるほどね。色んまだある。ああ、これがさっき言ってたミリタリー VTuber。 彩り迷いですか、失礼。被差町で精度が悪くて至近距離じゃないと当たらなくて弾台が高い銃だよ。リコリコ、そうなんですか。まるでいいとこないですけど、そんなんでいいの？まあその方がリアルなのかもしれない。同じ人が4人いるんですけど、あれ、クローン部隊か。将来の未来の戦場ってこういう形になるのかもしれない。その地区、あー、突入してる。終わり？え、これサバゲー空間じゃない？ VR チャットの。6月に5周年を迎えた。スーパー、すごいな、5周年ですって。え、でも確か、水瀬さんも結構な経歴の持ち主だって聞いた。等身大 3D モデルの特別展示とスペシャルな動画。愛用の AA12 カスタムモデルも 3D。はは、あ、これのことね。へぇ。え？へぇ。主人公が殺殺の人だからリコリコ。へぇ、あ、そうなんですか。そういうの良くない。殺すときはちゃんと殺してほしい。なんか殺さずっていうと、あの、流浪に剣心を思い出しますけど、ああいうね、あの、少年漫画的なの良くない。もうそういうのは、ちょっと待って、私一人でこうやってやってますけど、パイセンどうした？パイセン何やってんのかしら。まあいいや。パイセンに案内してもらう、秋葉原、バーチャル秋葉原っていう名目でお送りしましたけど、完全にドクペさんに案内されましたね。そう、ここは有名な、ほんと昔からあるこのビル。すごいなぁ。とても秋葉原にあるけど、とても誰かが買いに来るような買いに来るとは思えないケーブルとかアンテナとか売ってる店なんですけど、よく潰れずに残ってるなって思う。コラボとは本当にコラボ相手ほったらかしよ。ここマクドナルドがあるお店ですけど、ここはね、よく休憩所に使いました。で、ここにブイケットちゃんがいて、あ、そっか、多分水瀬さん見てなかったと思いますけど、ここら辺にあのエラーが隠れてました。ビヨン。ここ前までソフマップの建物だったんですけど、今ビッグカメラになったんですかね。秋葉のビッグカメラって向こう側だったと、線路の向こう側だったと思うんですけど、映ってきたのかしら。あんまりフロア取れなさそうだけどな。まあいいや。これなんだっけ。ブルブルくん。ブルブルくんと愉快な仲間たちのクスッと笑えるショートストーリー。はあ、はあ、宣伝聞いたことないですけど、ブルーベリー、あ、ブルーベリー愛のキャラクター。なるほどね。ブイケット若さ生活若さ生活にブイケットつける。
アンケート回答で選べるペイ全員100円分プレゼント。え、全員100円分プレゼントってかなりあれですけど、大丈夫？お金持つの？そう、ブルブルアイアイの人ですよね。一般利用か。あ、そうそう、駐車場ね。あ、あっち UDX だ。行けるの？行けないわ。ここ何の店だったかな。この辺に確かメロンブックスだったか虎の穴だったかが、ここゲーセンじゃなかったっけ。メイドリーム、メイドリーム、メイドリームってもしかしてこれメイド喫茶？わかんないけど、これは進めない。相変わらずビヨンビヨンしてますけど、これ誰なんだ。動きが早すぎて誰かよくわかんないですけど。あ、これ一回ワールドから出たらバグも復活するんですね。もう一回取り直さないと見えないのか。秋葉原にドンキホーテって本当に似合わないと思うんですけどね。でも需要はあるのかな。定番のドンキホーテ、ドンキホーテはどこにでもあって使いやすいっていう、そういう見方もある。メイドリームはメイド喫茶だけど、ここだっけって思ってる。そうですね、あっちの裏通りがまあほぼメイド喫茶がたくさんみたいなイメージありますけどね。まあでもメイド喫茶っていうか、今はメイド喫茶っていうよりもあのコンカフェか、そうコンカフェっていう、より何、キャバクラ感の増した店が多いらしいですね。え、まだ話してるよパイセンたち。何話してんだろう。まあいいや、私はちょっとこの秋葉原を堪能します。トレカ横丁、え、もしかしてトレーディングカードの自販機か。あ、これいけないや。そう、秋葉原ね、前まではそれこそ電気街とかパソコンのお店っていう感じだったんですけど、今ほんとトレーディングカードショップ増えて、まあ、今って言っても私が一番最後に行ったのが確か 3,4 年前なんですけど、ほんとトレーディングカードの店増えて、買い取りやります、中古販売やりますって、なんかそういう意味で子供が増えたなっていうイメージがありましたね。うちはエラー直してるだけだよ。あ、パイセン、あ、ありがとうございますそうか、パイセンなんかトラブってましたもんね。本当コラボとはってなりますけど、パイセンが動けない以上私が動くしかないんで、ね、動いたところでよ。よいしょ、向こう側行きたかったな。向こう側は地下鉄駅がある、とこですね。何駅だっけ、もう忘れた。そう、向こう側行くとあっちの交差点の向こうにあのキーボード専門店ができたらしくって、なんて言ったかな、なんとか工房だったかな。そう、最近あのキーボードを自作するっていうムーブメントがあって、私ちょっと気になってるんですよね。もう何回も話してますけど、私あの普通キー配列が普通のキーボードと違うんで、それを無理やり使ってるんですけど、キーボード自作したらもう完璧なものが作れるんじゃないかなって思って、ただ作ろうとすると2万円とか3万円とかするっぽくって、ちょっとおいそれと手を出せないなっていう、そういう感じで、そのキーボード専門店が向こうにあるみたいで、やっぱキーボードって今はこうネットワークで通販とか簡単にできますけど、手に触れるものはやっぱりちょっと直に手に取って確認してから買いたいですよね。そういう意味でちょっと行ってみたいお店、秋葉原で今一番行ってみたいお店がそのキーボード専門店と、キーボード自作キーボードの専門店と、あとはドールか。あ、パイセンいたの、びっくりした。どうもどうも、ミュートにしてました、全然気づかなかった。治ったんですか。一応治った。うん、水瀬さん、キーボードにはめるキートップが個別に売ってるという話を聞いたような。あ、売ってるでしょうね。あれもキートップも一応規格があるみたいで、その傾きとか大きさとか高さとか規格があって、あと色を変えてね、WASD あたりとか
あの辺の色を変えるみたいなことをゲーミングの人はやりがちですね。はい、パイセン、ところでパイセン。何、まだ自撮りしてんですか？してない、してない。あ、そう、あ、これあるだけか。秋葉原は一応一通り巡ったかな感があるんですけど。うん、どこ行く？行きますか？いいよ、いいよ。じゃあ、福岡行きます？あ、オッケー。どうやって行くのか知らないんですけど。今出すのいいじゃん。うわぁ。こっから行く。でももう、結構な時間ですよ。15時40分か。14時から始めたら1時間40分、100分経ったか。まあ、ざざっと見るだけ見ようかな。ちょっと待ってね。はい。